今日は人参もあるのね。人参を食べ。あれ？犬の秘密基地団始まるよ。お泊まり組が集合してるよ。どうも犬の秘密基地です。というわけでお泊まり組のマルプーラキ君と柴犬のソラ君来ています。まったりしているメンズ3人組です。今日もエリザベスカラーをつけているスハマくんです。相変わらずのポメラニアンラテくんです。柴犬のソラくんのもとへ挨拶をしに来たトイプードルのクくん。ちょっとソラくん戸惑い気味。おやつはしっかり食べるソラくん。そしてマルチーズのソラくんも来ています。きゅうりをあげて持ち帰ります。ではこまちちゃんにもきゅうりをあげます。今日は人参もあるのね。人参を食べ。あれ、人参、いや、ソラくん人参食べて食べない。早速フーさんはソラくんベッドを占領しちゃっていますね。フーさんにはちょっと大きそうです。ラキくんはだいぶまったりモードに入っているようです。皆さん結構まったりとした様子ですね。フーさんは一人フラフラ。やはりベテラン感がありますトイプードルのメル君。ではメル君には早速おやつをあげます。そしてスアマ君にもおやつあげます。エリザベスカラーがちょっと邪魔そうですけどうまく食べてますね。ただこれならこぼさずに済みそうですね。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。